長秀夫長秀夫は、大韓民国の歌手、タレント、画家、著作家である。KBS のトーク番組、ジョ・ヨンナムに会った人は、高視聴率の長寿番組であった。後海南道新川郡に生まれる。ソウル大学校音楽大学生学科卒業。1972年に、女優のユン・ヨジョンと結婚し息子二人を設けるも、1985年に、離婚。 2005年に殴り殺される覚悟で書いた新日宣言を表し、韓国のみならず日本でも出版され話題となった。しかし、これをきっかけに彼について新日派との指摘が出るようになった。殴り殺されるには彼が靖国神社を見学したことが書かれていたが、産経新聞が2005年4月24日付長官で参拝を終えたと報道したことにより、その後、 記者会見で日本が植民支配時代に言った犯罪行為と人権侵害について日本政府レベルの正式な謝罪とドイツレベルの賠償があるべきとのことに同感するとの主張を表明した。もっとも現在では k b s 2の番組ナルトラバに出演し、イ・ビョンギョなどの大物芸能人から尊敬を集める姿が放映され人気の復調を見せている。 2016年6月3日には他人が描いた絵を自分の作品と偽って販売したとして韓国検察は町に事情聴取を行うと発表した。町は自らの所属事務所の社長兼マネージャーの人物などを通じ絵の代行を依頼してできた作品を自身の名義で販売した疑いが持たれている。町は 約30点を転売することによって、総額1億ウォン以上を受け取っていた。長秀夫、萩原恵美、殴り殺される覚悟で書いた、新日宣言、ランダムハウス講談社、2005年4月13日、ISBN42 億7000万651。ありがとうございます。